福島市の浄土平には、本格的な登山スタイルの人から小さな子どもたちまでが集まり、季節の花々や澄んだ空気を感じるボークラリーのイベントが開かれました。町の暑さとは変わって、浄土平では涼しい風が吹いています。山の日、登山日和です。このイベントは山の魅力を感じ、山に感謝する日にしようと毎年福島市が開いているもので、今年で54回目です。改正となった今日は、県内外からおよそ50人が参加し、ガイドの説明を受けながら東連峰の雄大な眺めを楽しんでいました。今日山の日ということで応募しました。天気も良くて、でも下よりはやっぱり山の上涼しくて、とっても気持ちよく歩けます。涼しいや。あといろいろな、なんか草とか草花とかも登ってくるのが楽しみだった。本当だったらコロナがなければ子どもと一緒にいろんなところ行けるんですけども、やっぱりそのコロナの影響があるので、ぜひこういう思い出を残してあげたいなと思って、久しぶりのこの辺の周辺の山に登るので、思い出に残る一日したいと思います。なかなか思い切り外出ができない中で過ごした特別な時間、いつもより一層自然のありがたみを感じ